五しら院天使石関三陰は平安時代後期から鎌倉時代に及ぶ天皇、石関大臣計131名の肖像を描き連ねた絵巻。二世の主要作品の一つ。満州陰門跡に伝来したが明治11年皇室に献上され、現在は宮内庁三の丸なお倉館所蔵。全四巻、各巻もに資本着色で縦幅は 約29センチメートル。天皇石関大臣影とも、天使巻、天使館別館、石関巻,巻、大臣巻の4巻からなる。天使巻は、都羽院から五代五院までの20人。天使館別館は、五交互院の一人のみ、石関巻,巻は、藤原忠道から、高塚佐東京までの30人。大臣巻は、 藤原伊忠から今出川金末までの八十人を描き、若干の欠があるも、およそ二百年にわたる天皇、摂官、大臣の肖像を網羅している。四巻ともに、造子は皆清掃炭座して、官主の一人がやや右向きのほか、二人目以下がこれに、対するごとく、左向きで描かれ、各人の左肩上には牧書で名を入れている。背景や言葉書きはない。綿棒は、 二世の手法を用いて表現され、装束は天使巻が最も多様かつ色彩に富むものの、石棺巻、大臣巻では確一的となっている。造主が明記されていることから他作品との比較基準となる作品であり、かつ肖像画を絵画資料として分析、利用する上でも格好の材料である。主な図版としては書寮部から出された複製本のほか。 新州日本絵巻物全二十六、俗日本絵巻体制十八、俗日本の絵巻十二などの観光本がある。天使巻、石棺巻,巻、大臣巻の巻末には、尊厳入道新郎の筆と推定される奥書きがあり、それによると、が並びに、人命中期は次による筆であると判明する。ための部や、合心は、二世の技能を代々継承した高信部派に属する。 絵師であるが、それゆえに家には人物を描いた粉本が大量に蓄積されていたと推定され、これらを集大成した作品である本図鑑は二世の中でも写本的な性格が強いものである。最もタメノブが早く没していることからして、段階的に描き継ぎを経たと考えられ、前三巻の最終成立は上和4年から同6年1月の間と見られている。 ストクイン・ゴウダイン在順に配列されている。括弧内は、各天皇の装束。トバイン・ストクイン・ゴシラカワイン・二カクライン・ゴトバイン・ツチミカドイン・ジュントクイン・アート・高倉院から、即位はしていないが、ゴホリカワインの父として、大乗天皇号を贈られ、陰性を敷いた。ゴホリカワイン・四イン・ゴサガイン・ゴフカクサイン・カメヤマイン。ゴウダイン・フシミイン・ゴフシミイン・ゴニジョイン・花園イン。 五代五院この絵因を書く理由は半然としない。六条院と安徳天皇は共に、幼年で戦争し、元服前に崩御したため、肖像が残されなかった可能性がある。近城他の三冠とは、筆致、紙質において異なるため、本来は単独で伝来したものと考えられている。松戸の、関白福密園関白浄土寺摂掌摂掌、または、 関白の就任順に配列されており、小族はすべて即体である。発祥寺、関白六条折祥松戸の、関白不原寺、関白松戸の折祥後、発祥寺関白後、京国、折イいシシクマ、関白光明宝寺関白桃院折祥、岡谷、関白福密園関白延明寺関白寺年院、関白人心院関白園光院関白一応院。 関白五孔明法寺摂章公園院関白、この絵関白法王院関白換気園摂章、光明寺市院員関白浄土寺摂章後、寺市年院関白岡本関白、五孔明寺市院員関白ふんた院かい関白後一応院関白五縁公院関白、胸忠公教衆、後季おも公道下高校行校通宮尾公、有草公いずれかの大臣への初就任順に配列されており、 小族はすべて即体である。家忠子はリ人公宗忠子よりが公実公公正貞公舎根吉子、宗助公これ道公公教、公金吉公宗吉公教衆、公清森公忠正公,公,公,忠政公正道公市長公重森公宗森公実定公領通子、実望公県宮尾公金房公忠,公忠公田田近公内実公龍忠子,公忠子公、未修。 高田だし教道京皇、良介光金継光信清皇、皇房光佐根友光加藤光家通光の誤り。道照光工業光史行光良平光実のるし、通り、皇本栄光実親光家志光家両光佐根本皇友子光道義光丁河高校商工光旗光実皇高校皇屋光冬中通宮尾皇、通、成功質疑。 高道元高キング高実健康新事項高守る高差ダザネ高本来ならば三条未重と欠けている小賀の道音の間にあるべきもの君高高未重高校高校内実高共並行区守る高差根安高校健康高茂高果抵抗ありふさ高道茂重講師進行冬志高金末高ありがとうございます。